なんだー。どうも、山本です。前回の旅では山あり谷ありの展開でした。本当に初代のポケモンは楽しいです。久しぶりに興奮しました。まるでロックダンスを踊ってショーをしているマイケル・ジャクソンの気持ちです。みんなならわかりますよね。ん？分かってもらえてないって？あんまりピンとこないですかね。いい表現ではなかったですね。仕方ない。ってことでルーレットスタート。これ何、これ、このナレーションでいい？意味が分かんなくない、これ。でね、これ最後ルーレットスタートって何なの？ルーレットスタート、うん、まあいいや。よし、じゃあもうあとは四天王だけだよ。しゃあ、いいね。スタービー40にしたいんだよ、せめて。せめて3だ。どうしよう、いっか、とりあえず。え、もう四天王ってことですか？もう四天王です。で、サンダーは捕まえたいんですね。捕まえました。あ、捕まえた。全部ファイヤー、サンダース、フリーザーって捕まえました。で、フリーザーはもうメンバーに入れました、うん、正直これどうですか？ボコボコにはされると思いますけど。ボコボコにされる？これ、はい。そうなんだ。どうかボコボコにされます。見ときなさいよ、どれだけ試練を乗り越えてきたと思ってるんだ。スター山本ってところを見せてやるよ。一発でいくから。この先は四天王と一人ずつ戦うの。もし勝てたらドアが開いて奥の部屋に進めるわ。頑張って。ポケモンリーグへようこそ。私が四天王のカンナ。氷ポケモンを使わせたら右に出る者はいないわ。相手を凍らせるってとっても強力よ。だって凍っちゃったらあんたのポケモン全然動けないんだから。あはは、じゃあ覚悟はいいかしら。よし、氷ね。あれ、 54、 やべえ、54、誰よりも高い。もういいよ、岩なだれでいけるだけいくんだよ。外した。うーわ。いけ、抜群。うわー、眠る使うの。いける、オッケー、いけた。よし、オッケー、77、ナイス。パルシェ、はい。しかし10万ボルトじゃ。うわ、耐えた。超音波やばい。うわ、よし、いけ、10万。よし、きた。
て。ヤドラン。10万。まだ混乱してる。うわ。よっしゃ、いけ。オッケー、7、ナイス、急所。ルージュだ。あ、俺リザードに地獄車搭載するの忘れてた。やべ、いや、行っちゃえ。よし、レベル50。きたラプラス。うわー、こういう変化技いっぱい使ってくんな。うわ、自分攻撃。うわー、やばい。やばい、全然当たんない。よっしゃ、来た。オッケー、半分いった。うわ、すごいな、怪しい光の連打。10枚いけ。よし、いった。オッケー、7、ナイス。ななナイス。少しはできるみたいね。分かった、次の部屋に進むといいよ。ポケモンリーグ真のパワーはまだまだ、こんなものじゃない。よっしゃ、岩だ。持ってスターミーで仕掛けよう。39のスターミーで広して行ったな。俺たちのスーパーパワーを受けてみるがいい。うーはー、あれ、格闘か、これもしかした。でも大丈夫。 OK、 スターミー行けるとこまで行く。先手早い。いけ。よし、7、ナイス。急所いいよ、指輪抜けるよ。スターミンもうちょっと上げときたかったけど。いけ。どこまで入る。うわ、止まりそう。よっしゃ、7、ナイス。最後の最後、スターミーを選抜したんだよ。読んでたんだよ、こういうことになるんじゃないかと。オッケー、急遽入れたスターミーが大活躍。一撃いってくれ。よっしゃー、オッケー。
けるよ。ナイス、雷いけ。よしよし、40上がった。いいぞ、オッケー。やっぱ俺の目は間違ってなかった。最後直前でスターミルの大正解。よし、なななナイス、9勝なななナイス。負けちまったら俺の出番終わりだ。クソ、次行ってくれ。いい経験になりました。うーわ、ゴーストだ。ゴーストは育ててない。ゴーストとかを考えると、ゲンガー、ゴースト考えたら、もうケンタロスで行くか。地震で押し切る。ゲンガー来るという読みで。あんた大木戸もジジイに可愛がられてたんだって。ジジイ昔は強くていい男だった。今じゃ見る影もないがね。ポケモン図鑑作ってるようじゃダメだ。ポケモンは戦わせるものさ。ヒロシ、あんたにも本当の戦いってものを教えてやる。しゃあ来い。ほら来た、ほら来た、ゲンガー来た。ほら来ると思ったんだよ。しゃあ、地震。冬がないからね、特性が。あー残った。いいいい、全然いける。しかもポイントアップもしてるから。しゃあナイス。ゴルバット来た。ゴルバットはフリーザー。うわー混乱きついな。いけレッドビーム。なななナイス。きた。ケンタロス行け。オッケー。山本の右。いっけ。うわ止まった。お、全然平気。よし、ゲンガ来た。ゲンガ、よし、読み通り。60。オッケー。やばいよ。よし、ナイスケンタロス。よし、レベル50。
あんたの勝ちだ。ジジイが目をつけるだけのことはある。もうこれ以上私が言うことはない。次の部屋に進みな。おりゃー、え、なんかここだけ雰囲気違う。こんなもん絶対ドラゴンだろ。こんなドラゴンの銅像置かれたら。頼むぜフリーザー、ドラゴン来た時のために入れといた。俺は四天王の大将ドラゴン使い、これ来た渡る。知ってるだろ、ドラゴンは聖なる伝説の生き物だ。捕まえるのは難しいけど、うまく育てりゃ強さは天下一品だ。体も丈夫だし、小手先の攻撃も無駄さ。さてと、そろそろ始めよう。最強のポケモントレーナーになるんだ。うわ、ギャラドス、ちょっと待てよ、ドラゴンなのか。そしたらギャラドスで合わせてくるわ。よし、いっけー、ギャラドス10万ボルト4倍弱、よっけー。よっしゃ、白龍、よし、こっからフリーザー、カイリュー来るだろ、絶対。うわ、吹雪冷凍、いや、これはもう吹雪だよ。よし、刺さった、いけ。オッケー。え、白龍また。そしたら吹雪だよ。よし、オッケー、急所。プテラ、プテラか、プテラスターミナロ、60、頑張れ40スターミ、波乗り。うわ、やべ、いっけ。うわー、いや、耐えるだろ、超音波。よしよし、来た。そんなことやってるからね。いっけー、ほら来た、海流。海流は最後お願いします、フリーザー。62であろうが何だろうかな、4倍弱点という。一気吹雪、うわ、やべ、早い。耐えろ、よし、耐えた、吹雪いった、言っただろ。オッケー、フリーザ取ってたんだよ、ずっとさ。絶対ドラゴン来ると思ったからね。ドラゴン軍団が負けるなんて信じられない。よし、これからは君がポケモンリーグチャンピオンだと言いたいところだ。実は君はもう一人戦わなくてはならない。そのトレーナーの名前はサトシ。彼は君より早く俺たち四天王に勝った。うわ、常にサトシが前にいる。四天王で終わりじゃないんだね。誰行こう。
で出してくんの、文字で。まあ、てなったらやっぱ万全策でギャラドスから行こうか。よう、ヒロシ、ヒロシも来たか。はは、嬉しいぜ。ライバルのお前が弱いと張り合えないからな。俺は図鑑集めながら完璧なポケモン探した。俺だって探したよ。いろんなタイプのポケモンに勝ちまくるようなコンビネーションを探した。そうだよ。そして今、俺はポケモンリーグの頂点にいる。ヒロシ、この意味がわかるか。どういうこと？分かった、教えてやる。この俺様が世界で一番強いってことなんだよ。そんなな、天狗になってるやつに負けるわけねえだろ。見とけ、ピジョットオッケー。いいよ、オッケー、先手行こう。10万ボルト61育てたな、おい。ほんで、おっしゃ、ノーダメージ、オッケー。さあ次は誰？フーディン来た。誰だろうな、フーディン。ゴーストないしさ、これはもう単純に特殊の打ち合いでフリーザ一撃食らって耐えての吹雪だよ。フーディン耐久はそんなないからね。絶対外すなよ、吹雪。え、自己再生やった。何それ、何してんの。うわー、あと1、大丈夫か、ここで使って。もう今みたいなミスは絶対封じしてこないから、最高キネス打ってくるはず。一発されて吹雪でカウンター、いっけ。お、よっと、何してんのよっしゃ、いったれ。うわー、急所でそれか。そしたらもう冷凍ビームでリフレクター。え、でもリフレクターって本銀だけだよね。え、それとも後続にも効いてんのかな。サイド、よし、とりあえずでもフーディンを超えた。スタミだろ、サイドンは。いっけ、波乗りで。おっしゃー、4倍弱点。なし、よし、育て上げたリザードン頼むぜ。火炎放射いっけ。うわ、効果抜群でこれか。ねえ、催眠術2連続打ってくるって恐ろしいな。いっけ、急所。よっし
しゃー、いったぞ、ナッシー攻略。きたカメックス、これですよ、ここでサトシの対抗馬としてずっと育て上げたギャラドス、君のカメックスのために育て上げたんだ。バカ、本当に終わったのか。全力をかけたのに負けた。せっかくポケモンリーグの頂点に立ったのによ。もう俺様の天下は終わりかよ。そりゃないぜ。ヒロシの勝機を手に入れた。なぜ負けてしまったんだ。俺の育て方は間違ってなんかいないはずなのに。しょうがないぜ。お前がポケモンリーグ真のチャンピオンだ。なななナイス。ヒロシ、大木戸、とうとう勝ったな。ポケモンリーグ制覇、心からおめでとう。初めて人影をもらってポケモン図鑑集めに出かけた頃と比べるとたくましくなったな。いやいや、ヒロシは大人になった。サトシ、残念だ。お前が四天王に勝ったと聞いてここに飛んできたのに、ポケモンリーグについてみたらお前は負けとった。サトシよ、なぜ負けたのか分かるか。お前はポケモンたちの信頼と愛情を忘れとるからだ。それを俺はずっと言ってただろ。ヒロシとポケモンの絶妙なコンビネーション、見事だったぞ。それではヒロシ、私についてきなさい。何この部屋。ご本、おめでとう、ヒロシ。ここは歴代のポケモンリーグトレーナーの下で活躍したポケモンたちを永遠に記録して称えるフロアである。ポケモントレーナーはここに記録される喜びを殿堂入りと呼んでいる。ヒロシ、お前は激しい戦いの末リーグチャンピオンとなった。ここにヒロシの名前とポケモンたちの記録、ポケモンたちを記録しよう。うわぁ、ここで来るんだ。いやー、ギャラドス、最後カメックス倒してくれました。殿堂入りおめでとう。いやー、スターミーは強かったよ、本当に。うん、サイコキネシス最高だった。ラグトリオ、うん、あの氷タイプ抑えてくれたね、ありがとう。リザードンもずっと最初から付き合ってくれてたね。いい旅でした。ケンタロスはゲンガーを止めてくれたね、ありがとう。いや、フリーザ、ワタルの海竜をね、見事に倒してくれた。そしてヒロシ、プレイ時間29時間ぴったり29時間来た、ほら、田尻サトシ、ディレクター太田武則、森本茂樹、増田純一、渡辺哲也、杉森健、西田敦子。うわぁ、これですよ。まだまだです、まだです。本当の戦いはこの後です。いや、そんなんいいんですよ、そのなんか最後そんなさ、本当の戦いは始まったばかりなのだったらいいのよ。これですよ、エンディングは。一発で攻略したよ。何出してくるか全く知らなかったけど、四天王は
四天王何来てもどれ来ても対応できるようなチームをずっと組んで旅をしてきたんだ。そして最後ギリギリで入れたスターミー大活躍。いやさすがだよ。やっぱスターだな、スター山本。山本部長からちょっとスター山本っていうね、部長を取り返すどころか、いやスターの称号ケンタロスの一撃とかね。いやージエンド、うわありがとう。山本さんってビジネスでポケモン始めましたよ何色から始められましたっけ？あのエメラルドっていう。じゃあ行きますよ、はい、ゲームを始めます。いっけ、やっべ、急所に入れた、やばいうわやばいうわなんだ気合入れていくぜ。いるんだろいっぱい。あ、なにこれ、フラッシュしなきゃいけないやつじゃん。ジム戦1個飛ばしてるんですよ。え、ジム戦やってない？ジム戦やってない。いや無理。マジ見てて、もう一発だから。3、2、1、GO! しゃっ、うわぁうわぁこれだよ。ケンタロス、初めて会って1球目で捕まえるポケモンに愛された男メイドイン群馬山本だ。じゃあメインディッシュいきますか。赤緑のメインディッシュ。何メインディッシュ？ミュウチュウ様との戦いに。ミュウツーを捕まえに行きましょう。配信の中でね、僕はモンボの山本って言われてるんですよ。どんなポケモンでもモンボで、モンスターボールで捕まえてきた。モンボの山本って言われてるんですよ。マスターボールを使おうかなと思いましたけど、やっぱモンボの山本はね、モンスターボールで捕まえてこそなんぼだと思ってるんで、よっしゃ行こう。急所だ。
け。よし、なな、な、ナイス。お、フクリンはまだ捕まえてなかったな。やべ、丸くなるで、どんどん回っちゃう。いや、急所当てる？そこで。ん？サイド。波乗りがガンガン入るよね、最後な。よっしゃ、レベル上がった。BP マックス。なんかいた。やばい、波乗り跡に。ほら、どうやって行くんだ、あそこ。
けえ、なななナイス、なななナイス。敵の数がすげえよ。次に向かいだ。すげえ、全然合わせてくんないじゃん。ミュウツーに波乗り終わっちゃったよ。ギャラドス兄さん交代だ。あぶねえ、こんなとこで角取りやられたらたまんない。このラッキーが絶対必要なんだよ。捕まえるところ、はい、ラッキーそのために捕まえたから。はい、さあ来ました。あの当時の我々のロマンですね、はい、みんな涙飲みました。はい、捕まえらんない、苦しんで見てください。モンスターボール99 モンスターボール99を搭載して僕今からミュウツーに挑みたいと思います。僕はモンボの山本っていう名前も持ってるんですよ。モンスターボールで全部捕まえちゃうっていう記録を持ってるんで。でもマスターボールも使わないと。マスターボールいりません。でもマスターボールはもう道具にも入れてないってことですね。はい、ちょっと確認させてもらっていいですか。え、いや道具に入ってますなんで入れてるんですか。いや、それはマスターボールで捕まえようかな、最後まで迷ってたんで。じゃあまずはケンタロス突っ込んでいくよ。いくよ、見てください。来た、お、いきなり戦うの。あ、違うじゃん違うのよ、今ラッキー、おいラッキー、何ふざけてるんですか。違うのよラッキー、ほら違うよ、これ普通の敵ね。いきなり戦ってきたかと思って。本当にちゃんとちっちゃくて、すごい。よし、今度こそ愛されてるから近づいてきたってことですね、最後に。そう、ラッキー、ここからラッキーあるよってことで。そう、ラッキーがもう一度こういう風にやってくださいねっていう教えてくれたんですよ、うん、小さくなるね、本当にスター山本っていうところを見せたいと思います。今から人間を憎んでいるミュウツー、
そのミュウツーにすら山本は好かれるっていうところ。オッケー、いくよ、はい、ミュウミュウって言うんだから。よっしゃ、来た、ミュウツー来たよ。かっこいいミュウツー、野生のミュウツーが飛び出してきた。70レベル。これはまず一発自信入れとくか。バリア、何バリアって。防御力がぐんと上がった。やばい、急所だね。もう一発削ろう。よし、うわ、全然入らない。うわあっそう、うわ来た。止まれ止まれ止まれ。うわ、ついや、急所かよ。いくよ、さあ行きましょう。モンゴル山本とこ見せてやります。いけ、スピードスターも気にしない。しゃ、投げるよ、モンサーボール、いけ。うわ、耐えて。うわ、ギャラス落とされた。ここでラッキーよ、小さくなれ。しゃ、完璧な流れ。誰かよ、行くよ、モンスターボール。当たんないね、当たんないね。外しまくってるよ。待っててよ、93で以内に行くから。いっけ、やばい。うわー、これ厳しいな。モンスターボールで全部捕まえちゃうっていう記録を持ってるんで、スター山本っていうところを見せたいと思います。これはやばいことになった。フリーザ一撃吹雪で
氷頼む、凍らせろ。 30%。こんない。よっしゃ、凍った、凍ったぞ。ここだよ、モンスターボール来た。おっしゃー来たー、な、な、な、ナイス来たほら、モンスターボール、ほら、ミュウツー遺伝子ポケモン。いや、もうフリーザーの吹雪で凍らして一投目でした。ちょっと確認しに行きます、本当にいるのか。まずじゃあ預けよう。ラッキーありがとう。で連れて行く。いたよ、ミュウツー。いや、やっぱ格が違いますね。いやー、嬉しいね、これ。もう凍ったまんまだよ。氷漬けのまんま。俺もう鮮度いいっすね、鮮度。俺このままもうポケセン入れないで、もう氷漬けでミュウツーを。いやさあ、念願の赤緑のミュウツーをゲットしました。しかも氷漬けで。氷漬けで、もう回答しません。ありがとう。ナナナナイス。